ひなです。トマトを植えるハウスの準備編の続きです。ハウスの中に水や肥料が通るチューブを敷いていきます。何千本も育てるので、じょうろやホースで水をやるのは大変です。こうしておくとスイッチ一つでハウス全体に水を送ることができるようになります。それが終わったらチューブの上にマルチを敷いて、こんな感じになりました。マルチを敷くと雑草が生えなくなったり、温度調整になったり、病気を予防できたりします。うちでは裏が黒くて表が白いマルチを使っていますが、実は白いマルチって隠れたメリットがあるんです。それは写真が撮りやすい。光が柔らかく反射するからいい感じっぽい写真が撮りやすいんです。屋根のビニールでも光が柔らかくなるから、それもあるんですけどね。去年のですが、こんな感じに撮れたりします。今年も苗が育ってきたらいっぱい撮ろうと思ってます。今日はここまで。それでは。